行くぞベネディクト。無法は許さない。覚悟しろ賊たちよ。この地で無法者がのさばれると思わぬことです。若様実戦ですぞ。私も戦います。身に降りかかる火の粉は自分で払います。ずいぶん賑やかだな。俺も加えてもらおうか。どうだ友よ、倒した数を競ってみないか。さあごめん失礼したわ。いました。ようやくアンドラたちとご対面。なんとか説得せな。ウォルホート家、やはりお前たちか。いや横におる人に気づいて。アブローラ将軍、コーデリア様を解放し降伏してもらいたい。なめるな。無人たる者が戦わずして城を渡すと思うか。ならば聞く。何、お前何言ってんの。待ってください。説得したら終わるって。アブローラ将軍は王国の敵ではありません。グリンブルクを守ろうとする私を認めて支えると約束してくれたのです。ローラ、お前今やぞ。操るための方便だ。違う、お前違う。あの時誓ってくれた言葉に嘘はなかった。コーデリア様、お願いです、双方剣を収めてください。断る。え、そもそも国と家族を奪ったのは誰だ。あー、ちょお前暴走してるって。騙し討ちで王と襲い、王とフラニを殺したのは、グリンブルクをいいように利用したのは誰だ。え、じゃあ お前が今マスクパッパって取ったら済む話やって。勝った方が城とコーデリア様を手に入れ正義を掲げる。それでいいだろう。いや、アブローラを説得する材料が一個なくなったよ。そのつもりだ。いやー、マジかー。バカタレなことしてくれたなぁ。めっちゃステータスバカほど上がってる。これか、ブラッディクロス。あん時見せた必殺技やな。範囲内の敵に物理ダメージを与え3マスノックバックさせる。これは多分こっちから回って上を取れば多分またアブローラ完封できるんじゃないかしら。っていうことで、ちょっとメンバー決めてくるわ。よっしゃ行くでー。堂々決戦。アブローラをなんとかして説得せなあかん。セレノは勝負の時だ。全身全霊をかけて挑むぞ。もちろんよ。承知しています。アブローラが最大の障壁となるでしょう。ああ、奴は死の仇でもある。必ず撃ち、俺たちの正義を証明する。いやでもそもそもな、お前がマスクパッと取ったらあの場すごい丸く収まったよ。エスクロストを駆逐せよ。相手になってやる。いや、アブローラから動くか。まずは作戦っていう作戦がないのよな。とりあえずこの右の端っこ、ここ狭いからこっちにまず逃げましょう、みんなで。で、味方の数じゃないわ、相手の数を確実に減らそう。蹴散らすぞ。うわー、アブローラ来たー、やばい。痛い。やったな。マイル来たー、くんだー。始めましょうか。あら、あなた来ないの。それならそうと言いなさい。食らいなさい。よし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 、まずは逃げるわよ。わーおー、援軍。見てろよ。マジか、フリューゲル隊の援軍が来たね。あー来い。やばい、ちょっと待って、そっち本物。やめて。おお。ウォルホートの名にかけて。ナイスピコレッタ。この槍を受けよ。これで後ろを倒した。どうやってこいつら釣ろう。ちょっとずつでいいから釣られへんかな。デコイちゃんを上に出して、オッケー。そろそろちょっと雨乞いしようか。空の涙よ、空の涙よ。オッケー、水たまりに向かって雷打てばこの範囲
これもうちょっと、オッケーオッケー、このこの範囲に雷が当たるぞ、ということはだ、うつめし、イカズチよ、ビリ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 、たあいないな、あ、やば、あの日のマクスウェルはこんなものではなかったぞ、まずいな、もしかしたら、アブローラを刺激した可能性がある、あら、アブローラ離れてくれ、どうしてだい、あー、なるほどね、なるほどね、私のできることこっちに来てんのか、はい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 、あそこしか登られへんからあっこから登ってきてんのね、なるほどね、回復しま、これで戦います、デコイとミロロを交互に交互に移動させておけば結構アブローラの移動マス潰せんじゃない、オッケー、今しかないぞ、今しかないから後ろ飛んで、終える、ひょん、ほんで、ドック入れて、超残念でした、あードック、あ、なったな、よし、で下がってくる、さあこっち来い、お前はこっち来い、やったー、いってー、蹴散らすぞ、あ、やばい、アブローラが来る、まずい、たとえこの身が滅びよう、やめてー、あー、そんなー、生かしてやりたかったのに、くらえ、サブローラ、お前もうちょい手前まで来い、来なさい、これで終わりだ、デコイちゃん、おお、そしてビックリバムの効果発動、周りにダメージを与えるのよ、割合ダメージを効くでしょう、ブラー焼き尽くします、ファイヤーで、もう一回デコイちゃん投げる、お前はずっとデコイちゃんで遊んどくがいいさ、生きていたか、そうせいマクスだが、すでに貴様とは勝負がついている、ちょっと下から失礼、だいぶ見下されてるな、再び我が剣のサビになれ、いや、てか見た目で分かれよ、俺は何もできなかった、奴を倒し死を超えたと証明する、じゃ馬乗ってるでしょ、そもそも、それではクラッアブローラ、あんただけは打ち滅ぼす、いいぞ、あーどっか行かないで、アブローラ、あとは任せておけ、いやー凄まじい回復量だ、私の番だね、新しく手に入った HP、 戦闘不能になった味方単体を HP25% で回復する、この奇跡を使い、ん、あれあれ使えない、なんで、なんでよ、復活させられへんって、もしかしてあれなんかな、緑のユニットは自軍ユニットの扱いじゃないんかな、何回 Y 押しても復活せへん、あ、なるほど、ここに復活させんのか、ようやく使い方分かった、そういうことか、初期位置に復活させんのね、はい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 、オッケー、こっからが勝負どころよ、まずは雷、クライドさん、電撃の魔法、アブロー、ここで勝負を仕掛けよう、ベネディクト動かす、連続で行くぞ、エザナに寄して、でフレデリカのダブル魔法、クラエ、お前はもう終わりだ、これで200近く削るでしょ、天空の力を、エザナの雷を2発落ちろ、落とす、天よ、いいでしょ、さあ筋力と防御力を奪って、フレデリカでいけるから、ここはグリーンミスト、よく前、あ、避けられた、嘘でしょ、でフレデリカの魔法で、あー、ちょっと待って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 、ここはクリティカル、頼む、逃がさない、死んでくれ、生きるか、追い込まれたか、まずい、行って、まずい、また、あ、2回目だ、2回目の死が、ごめんよ、間違えた、ここならいけるか、オッケー、くたばれ、アブローラー、卑怯とは言うまいな、まさか送りを取る、
でか。オッケー、京都は雄大だ。長かった、めちゃめちゃ長いこと戦ってた。あ、一等勲章ありがとう。いや長かった、ほんま長かった。勝負ありだ。いや、お前はアブローラ殺すんじゃないぞ。これまでだな、アブローラ将軍。で、不覚絶対不覚やろな、めっちゃ怒ってた。もう勝負はつきました。いいえ、まだです。超王子、民に勝利と正義を示さねば終われません。いや、カンカンカン、アブローラを説得するんや。これが戦争なのです、コーネリア様。我が妻をよく見ておいてください。いけるって、みんなで頑張った、いけるって。将軍、ではグリーンブルクの女王としてお願いします。もうやめてください。わかった、戦はここまでにしよう。だが俺の恨みは別だ。この者が手にかけた人々の仇は討つ。あなた気づいた、コーデリア気づいた。あんた遅い、いつ今じゃない。ドラお兄様、マスク外すのは今じゃない。ああ、ごめんよ。グリーンブルク、お前だったのか。お前、いっちゃん最初にそれ取っとけば戦いにならんでよかった。なんでやねん王の座を前にした男が私との決闘を望むのか。いや、いい人に頑張っていけるて。受けて立たねばなるまい。いや、ちょっと場所を変える。あかんあかん、お姫様何引いてんのよ、あんた。なんでここでよりにもよって戦うのよ。私がマクスウェルを倒した場所。なるほど、因縁を断ち切るつもりか。こういうこだわりは嫌いではない。だが結果は死と同じだ。そうだよ、ロランじゃ無理だよ。はっよっ、さっき、なぜいい勝負できてる。あー来たロラン、あんた死ぬわよ。あ、避けた？今だ！なんでお前が避けれたの？俺の勝ちだ。見事だ。その力でコーデリア様を守ってくれ。ちゃうて、ちゃうて、ちゃうて。ヒール、ヒール、早くヒール。ジーラ、ヒール。いやー、お姫様とアブローラのやりとり知ってるだけにちょっと納得できないわね。ロランやってくれたわね、あんた。説得できたってあれは。くそー。まあいい。多分、まあ、でもワンチャン水の中やから、海の中やから生きてると思うことを信じて。次回、トランクルストラジーで続きやっていくんで、よかったらまた見に来てください。よかったら高評価とかしていただけると、むちゃくちゃ励みになるんで嬉しいです。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。